せつけいやー、鉄の球石です。ライト2、やっていきたいと思います。さて、ゼクのパート、このウィル君がね、ウゾウゾいたんでね、こういう感じで、ね、FE の食事ができるわけです。僕はだいたいマスターと一緒にいる。いや、おらんかったやん。そもそもここの部屋に来た時におらんかったやん。俺、マスターの部屋先に行ったよ。一緒におると思うとくだけのさ。もうそこからも嘘ってわかりますから残念です。本当になんでマスターと一緒におらんかったんだろうってレベルだった。別におってもよかったやんかん。騙された。そうじゃ、こいつが出たからと言ってそれが嘘とは限らんのだった。ああ嘘った。やっちまった。一緒におるんやん。一緒におるんか。じゃあなんでお前オリビアさんと一緒におったんや。今だけなんで一緒におったんや。なんだなあマスターさん、なんでや、なんでや。知ってるから、それ知ってますがな。あ、なるほどな。オリビアさんの方が子供を手なずけるのうまいんじゃ。なるほど、あーなるほど。そういうことか。もしかして前の仕事は保育士とかそういう感じだったんかな。オリビアさん、僕が来る前から起きてた。もう一丁見とこう。もう一丁の方見てから決めよう。これなんかすごい疑心暗鬼になってくるよ。ほんと疑心暗鬼になってきましたよ。新種ばっかで動けない。練習ばっかで動けないか。あー、なんこれ、どっちが嘘これ。僕が来る前から起きてた。ああ、僕が来る前から起きてたって。寝る、起きるとかそういうのじゃなくて、事件が起きてるって話か。え？どっちだこれ。練習ばっかで動けないって本当っぽいな。こっちが嘘じゃ。そういうことにしとこう。ハゼ取ってもいいわ。ハゼ取っても。さすがに前から起きとったことはないでしょってこと。おっと、レベル上がりました。小さな嘘を取得。小さな嘘ってあれだろ、なんか SP 回復するためのやつや。ファイヤーも覚えた。よっしゃー、取った。前から起きとったことはなかろうに。ってことじゃ。ザッケローニ、なかろうに。なかろうに、ザッケローニ。なんで嘘ついたの。だって、あの、マスターが。マスターが、あ、まだ、何かお話しするの。いや、もういいよ。ありがとう。うん、さよなら。マスターか。クソ、持ってかれたな。え？記憶だ、記憶。あいつは夢と呼んでるみたいだけどな。あ、やっぱり夢イコール記憶っていう説があったんじゃ。なるほど。今はっきり分かったよ。ウィリアムは記憶を食べるドラゴンだ。記憶取られたの？ハル、なんて分かったの？見えないようにこっそり目を取ってたんだろう。あ、ティッシュ、ティッシュに買い取ったんじゃ。やるの、さすが探偵。いや、探偵ではないけどね。探偵っぽい洞察力があるな。だが今このメモの内容は俺の記憶にない。まあメモはちゃんと取れてるからいいんだけどさ。すごいな、お前すごいな。ニコルトさんみたいなことやってるやん。 LJTG の時のニコルトさんみたいなことやってるやん。次はマスターに話を聞くことにしよう。わかった。よっしゃあ、セーブしとこ。マスターにムチ打ちされるゲームオーバーとかだったらあかんけんな。先にセーブしときます。いや、そんなことないと思うけどね。マスターさんは優しい方だと俺は信じてますから。何か、今は少しお話を伺っても大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。私にできることなら。前にも聞いたのですが、なぜ警備隊の方へ連絡は今になってしたんでしょうか。あ、そうか。え、ああ、今回の警備隊への連絡はしたんやな、この方が。前にも、それに今回で5回目。そんなに頻繁に起きていたのに、ですよ。5回目になってようやくって感じですね。ルーカスが刺されそうになったり、縛られそうになったりは、やりたいされそうになったのは、日常茶飯事であったからです。いや、あんたがやったんじゃないのか。あんたがやったんじゃないのか。毎回、軽い怪我が済んでたし、心配をしていませんでした。嘘ついてる。
この人うざついてる。心配してたんだ。心配はしてたんだ。優しいマスターさんですよ。次にウィリアム君について、ウィリアム君に失礼やろ俺、ここで噛むってマスターは彼を人間だと思っていますか、それともドラゴンだと。人間ですよ、夢を食べるとは言いますが、子供もたわごとです。ウィリアムは立派な人間だ。嘘ついてるやん。ドラゴンっていうことを前提の話をしてたな。ドラゴンだと思ってるな。人間っていうことは建前だなお前。これは嘘を吐くと出てくる怪物です。私ドラゴンだから嘘食べるんだ。また後でお話を聞かせていただきますよ。これ決め台詞な。また後でお話を聞かせていただきますよってお前の決め台詞な。ええ出てきちゃった。心配していない。いやそんなことはないだろさすが。心配してない。え、本当に心配してなかったらルーカスかわいそうやな俺本当に心配してなかったらルーカスがかわいそうになるよ。あんな性格でもかわいそうになるから。一応部下ですよ。軽い怪我で済んでた。あー微妙やな。え、軽い怪我で済んでたからではないような気がするんやけど、まあ本当でちょっとこっち見とこ。日常茶飯事だった。これは本当じゃないかな。え、どれだどれだどれだ。やばい、頭だからざわざわなってる。カイジじゃないのにざわざわ言ってる。軽い怪我。ああやばいやばいよやばいよ、時間かけたくないよ。日曜茶飯事だった。心配してないことはないだろうっていう、失敗してないことはないだろう、心配はしてるだろうっていうソフィーさんの人情を、人情を信じる。俺は人情を信じるんや。 HP 多いなこいつ。なんかこの嘘 HP 多いぞ。あ、よっしゃよっしゃ、やっぱマスターさんですよ。マスターさん信じてよかったですよ。やっぱりあんな性格でもルーカスのこと心配しとった。よっしゃ。夢を食べる。これは本当や、夢食べるわ。ウィリアムは人間だ。これは嘘、絶対嘘。これが嘘、これは分かるわ。さすがに視聴者なんだ、視聴者さんだって分かるよ。これはドラゴン、あいつはドラゴンですよ。じゃなかったら夢なんかが食べれるわけないでしょ。どんな大道芸ですかそんな。トラプル、あ、トリプルナイフ出てきた。あとドラゴンアイ、完全に前作でレオが覚え、レオとエフィーナ両方とも覚えたやつや。春も同じものを覚えてるやん。もうなんか血縁関係でもあるんかなレベル。 HP やばなってきた。ベッドで寝たいけど、まあ、とりあえず話しましょう。ルーカスさんのことちゃんと心配してるんでしょ。それでもなかなか連絡を入れられなかったのはウィリアム君がいたからでは。そうか、そういうことか。要するにあれじゃ、確かにあのルーカスのこと心配して1回目から連絡はしたかったんやけど、連絡してあの事件の時にあのウィリアムが見つかって君はドラゴンかねみたいな感じの言うことを言われたらさ、ドラゴンっていうことバレるけん連絡したくなかったん。いや、したくなかった。あ、ルーカスがおるけんしたかったけど、それ以上にウィリアムがドラゴンってことバレたくなかったんだ。そういうことじゃ、そういうことだったんだ。なるほどな。ええ、なんでウィル君と関係あるの。聞いたことあるんじゃなかったのか。警備隊ではドラゴンの保護も行っている。あ、そういうことじゃ。なるほどな。ドラゴンって分かったらもしかしたら保護で連れていくかもしれんってことか。不当な扱いを受けていたり、他には力が不安定で自分では抑えきれず暴走しそうなドラゴンとかね。そっちじゃ、そっちかもしれん。自分で抑えきれずに夢食ってしまうよんじゃあいつ。あ、食いたくて食いようわけじゃなくて、そういうことじゃ。そうなるとあのドラゴンへの待遇が悪くなくても、可愛がってくれとっても連れて行かれる可能性あるんじゃ。それを恐れとったんやな。あー、なるほどな。ってことは確かに通報せんかったのはソフィーさんのマスターさんのあれなんやけど、その裏にはあのウィリアム思ってのことがあったんだよ。悪ではないなこれ、悪ではないぞ。この嘘は確かに
ウィリアムを助けるための嘘のような気がする。ルーカスは犠牲になっとるけどルーカスは犠牲になっとるけどな、そこは突っ込んではいかんことにしとこう。そうやそうや、裏の一部で噂になっていることは知っていました。警備隊を呼べばきっとウィリアムについても調べられると。そしていつか連れて行かれるだろうと。ドラゴンについては一応調べたつもりでしたが、ウィリアムの力が近頃不安定な理由は全く分かりませんでした。あの子が苦しんでるのに私が無知なせいで助けてあげることができない。おや、失格ですね。はあ、なんかドラマでよくある義理の親子みたいな感じになってる。なんか温かいな、マスターさん。ルーカスのこともすごく心配だった。でも彼はウィリアムのこともあるし、大した怪我をしているわけでもないから心配しなくても大丈夫だと。なんかそれ突っ込みたいな。突っ込みたいけど突っ込んだらダメやな。よし、守らなくてはならないのに私は何一つ守れていません。不甲斐ない、本当に情けない話です。僕が何とかします。マスターは一部のことに関しては確かに無知だったかもしれない。でも無恥なわけではない。できることはちゃんとやろうとしているんですから。ウィリアム君のこともルーカスさんのこともちゃんと解決させてみせますよ。その息だハロルド。ありがとうございます。あともう一つだけいいですか。どうぞ。ハル、そう言ってさ、給料上げてくれとか言ってあかんで。一応言っとくよ、多分言わんと思うけど一応言っとくよ。多分大丈夫やと思うけど一応言っとくからな。ルーカスさんとオリビアさんは本当に喧嘩のなかったですか。はい、私の記憶では。しかしこの記憶が正しいのかは分かりません。ウィリアムが食べてしまったのかもしれないですから。あ、そうやな。もうなんか記憶っていう証言がさ、もう証言にならんようになってきてしまってる。あの、証拠にならんようになってしまったんやな。この操作は難しいぞ。ただそうですね、物が壊れたりすることが最近増えた気がします。どうして壊れたかは原因が分からずでしたが、オリビアさんとウィリアム君が一緒にいることは最近増えていませんか。ああそうですね、最近仕事以外ではあの子はオリビアとよく一緒にいますね。それはオリビアがさ、子供と遊ぶんがうまいとかそういう話じゃない。お話しいただきありがとうございました。もう十分です。よろしくお願いします。何が分かったんだろう、ハルには。俺には全然分からん。まあぼちぼち考えていけばいいでしょう。本当に解決できるの。ああ、多分もう少しだ。オリビアのところに行くぞ。あ、またまだまだつか、さっきは話せなかったけんな。家で終わってしまったけんな。お、君も一緒だったか。あら、どうかした。少しお話を伺っても大丈夫でしょうか。ええ、どうぞ。私ができることなら。では直球にお尋ねします。今回の、いえ、前から続いているルーカスさんが貼り付けにされる件について、これはあなたがやったことでは。ああ、恨みがあって、ルーカスに恨みがあって貼り付けにする。でもその証拠をあのウィリアム君に消してもらうみたいな感じ。オリビアさん、本当にそうだとしたら俺オリビアさんのキャラクター好きだったのに。いや、キャラクターっていうか体が、あ、そんなこと言ったら女性視聴者さんに殴られそう。前回のパートで最後にあんなこと言ったけどさ、ため取りだから続けてこうなってしまっとる。視聴者さんがどんな思いをしているかわからないから、もう今はちょっとこのキャラクター続けてるだけで、本当にコメントでやめてくださいって言ったらやめます。そのつもりでいます。何これオリビアさん、本当なんですか。どうしてそう思うのかしら。ルーカスさんの女癖の悪さはもちろんですが、オリビアさんのはかなり嫉妬深い性格のようで、だから毎回ルーカスさんの首を絞めて意識を失わせ貼り付けにしたいのではないかと。何その顔、何その、あら、バレちゃいましたかみたいな顔。何、
もしだそうだとしても証拠がなければ意味がないじゃない。その証拠ですよ。その証拠をウィリマ君が消してるんじゃないですか。今から少し確認させていただきます。ルーカスさんとは最近あまり仲は良くなく喧嘩ばかりしていたのでは。前にも言ったけど、確かに彼女の彼で彼女ならば彼の女癖は悪いわ。でも別に不満はないし喧嘩だってしないし、それを含めて彼が好きなんですもの。確かにそんな女性がおったらいいんやけど、出来すぎだよ。これはこの子はね、嘘発見器なんですその言い方どうにかならんか。ハル、説明するの面倒になってきてるよねほら、エフィーナちゃんが突っ込んできたよ。エフィーナちゃんがもう突っ込みスキルを持ち始めてきてるからね。ふーん、なるほど、そういうことね。片付けたら説明お願いしますよ。ハル、私ももうお腹いっぱいになってきてるんだけど食わねえと消えねえし、キーキーうるさいだろ。でもさ、小さいの、あれに飽きてやるんだもん。食え、後で飴やる。やっほーい何これ。お前、飴さえくれれば何でもよかったんか、お前は。飴のために食ってますみたいな感じになってる。よっしゃ。よっしゃ、今回のパートはこの辺で。視聴者さんが、俺のちょっと変態発言にどう思ってるかわかりませんが、まあ、コメント次第です。本当にコメント次第です。コメント次第でこの変態キャラをやめます。変態キャラ、っていうか、変態発言かな。まあ、そんな感じで、なんだ。今回のパート、前回のパート、俺、情緒不安定になってないが、大丈夫かな。とりあえず、今回のパート、この辺で。ご視聴ありがとうございました。仕上げ。